菊池勝人と佐々木千明の言霊アラカルト。こんにちは皆さん、体調を崩していらっしゃいませんよね。菊池勝人です。佐々木千明です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、今ね菊池さんからもありましたが、ね、梅雨ですね。ね、はい、実は梅雨にこう起こる不調の原因の多くは、まあ、長めにある湿気の可能性があるとも言われているんだそうですよ、体にとって適度な水分は、まあ、体を潤わせてね、健康を維持するために必要不可欠なものですよね、ただ、まあ、必要以上になると話は別だということで、そして、まあ、余分な水がたまる原因といえば、まあ、誰しもね水の飲みすぎってこう想像しますよね。実は、外からの影響も体に余分な水がたまりやすくなる原因となっているんだそうです、ね、知らなかったんですが、まあ、その一つが雨による湿気、まさに今の時期なんですよ。はい、余分な水分体のあちこちにこう溜まりやすくなって、むくみとか頭痛、あとめまい、食欲不振などさまざまな症状を引き起こす原因になると言われています。でそんなですね、余分な水分対策としてよく言われているのが、水の巡りを整えて余分な水分を外へ出すことだそうなんですね。で水の巡りをサポートして体の外に出す働きを助けるおすすめの食材としてですね、黒豆とかハトムギなどの豆類、はい、あとはきゅうりとか、ゴーヤなどのウリ類、はい、であとは昆布とかわかめなどの海藻類、今、まあ、体内の水の巡りを良くする働きがあると考えられているんだそうです。ね、食べ物によってもこうむくみって少し軽減できるのかなというふうに感じました。あまり意識したことがなかったんですが、ね、梅雨の時期少しでもこう体調、ね、悪いのを良くしたいなというところがあるかと思いますので、皆さんも一緒にですね、この鬱陶しい梅雨乗り切っていきましょう、そんな梅雨対策をしていただきながらお聞きいただいているこの番組、言霊アラカルトは筆跡心理コンサルタントの菊池勝人さんと、セリフを話すという職業についております女優私佐々木千明がですね、言葉の大切さや魅力、文字を書くことから見えてくるものなどを言霊として皆さんにお伝えしていく番組です。今回の言霊アラカルト、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。それでは最初のコーナーはプレイバック流行語。このコーナーは菊池勝人さんと私佐々木千明のジェネレーションギャップを埋めるべくですねとある年の流行語や世相をご紹介していきながら、ラジオを聴きの皆様にも昔を懐かしんでいただくコーナーとなっております。今回は2003年平成15年についてリサーチしてまいりました、まずは2003年、まあ、どんな年であったかと簡単にご紹介させていただきたいと思います。まずは大相撲で朝青龍関が横綱に昇進されました、六本木ヒルズのオープンもこの年です。で大相撲の貴乃花浩二、武蔵丸、紅葉両横綱が引退したのもこの年です。あとはスマップのシングル世界に一つだけの花が257万枚の大ヒットを記録しました。イラク戦争の開戦、サダム・フセイン政権崩壊、あと SARS がですねアジアを中心に世界的に大流行した年もこの年ですね。それでは菊池さんにお伺いしたいと思います。菊池さん、この年2003年個人的にどういったことを思い出されますか？この時期はね、はい、僕仕事でマンションデベロッパーの関係の会社に出向できたんですよ、はい、ただ出向とは言っても、なんかすごく好きにやらせてもらった仕事を、いろんな住みやすい提案をしたり、はい、93個のマンションの、はい、計画とかこれ全部やらせてもらって、すごい、ものすごく楽しい時期でした。あ、楽しかったんですね、はい、こんなことやってていいのかなと思うぐらい楽しかったんですか？楽しい状態だったことを今でも覚えてます。なんか聞いたらちょっと大変そうって思っちゃいますけど、でも楽しかったんですね。2年間の出向の中で、本当に僕はもともとそういう住宅系に興味があって、設計とかやっていたこともあったので、なるほど、そういったものを活かせて実際に値段がつけられて売られるっていうね、一気通貫で全部できたので、本当に本当に恵まれてました。まあ、運が良かったなっていうことをつくづく感じたのがこの時期でした。もういい年ですね。そうですよね、菊池さんにとってはね。本当に素晴らしい年でした。なるほど。はい、まあ、私はですね、19歳でしたね、この年は。
まあ、あの高校卒業して東京に上京してくるわけですが、まあね、短大に通うために上京してきまして、うん、まあ、1年生ですよ、東京1年生、はい、まあ、右も左もわからない状態から始まりまして、はい、あの結構ね、あの原宿に、まあ、毎日とは言いませんが行ったんだ週の半分ぐらいはなんだか知らないけど原宿に行ってましたね、はあ、はい、そんなことを思い出しましたね、今なんかね、いいね楽しいね、はい、ということで、まあ、楽しい2003年だったわけですが、うん、続いてそんな2003年の新語流行語について、うん、その一部を簡単にご紹介させていただきたいと思います、はい、まずはなんでだろう、はい、あのジャージ姿に身を包んで、あの開いた手を顔の周りでこう、ま、振り回しながらですね歌う鉄腕のトモさんのギャグです、うん、まあ、あらゆることが解説されるテレビの中で日常生活の細かさに潜む矛盾をついたコントですね。これオーソドックスとも言えるんですが、ハイスピードな踊りがもたらす開放感は、うん、まあ、独自のものでですね、当時テレビアニメのこちら葛飾区亀有公園前初出場のエンディングテーマなんでだろうこち亀バージョンで子どもたちにもお受けし、うん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 、幅広い世代に浸透しましたね。覚えていますか？もちろんね、あのみんな結構真似してましたよね。大ヒットしたもんね、これすごかったもんね。すごかったです。忘年会なんてね、みんなこうやってたんじゃないですか。やってた、面白かったからそうですよね、シンプルで笑い取れたからね、うんうん、あれ面白かったね。面白かったですよね、みんなでこう楽しめますもんね、うんうん、そうそう、本当そう思います。で続いて勝ちたいんや、うん、阪神タイガースの元監督故星野仙一監督の言葉で、星野監督就任まで4シーズン連続最下位だった阪神をこの年2003年リーグ優勝へ導きました。そうだったね、そして優勝決定時には大阪みなみの道頓堀側で阪神ファンが次々と道頓堀ダイブ、そうそうそう、ね、すごいですよ ね、 ありましたね。その数なんと5000人を超えたそうです。あ、すごいですね。お祭りだったもん、すごかったもんね、すごいですね。続いてビフォーアフター、はい、もともと美容薬とか器具の広告に使われてきた言葉だったんですが、 ABC 朝日放送の番組大改造劇的ビフォーアフターの中でリフォーム用語になったとも言われております、うん、既存マイホームを改良して住む生活トレンドの中、同番組で、建築家のことを言う匠という言葉とか、そうね、はい、あとナレーターのね、うん、なんということでしょうという控えめな驚きの表現ですねこれ日常会話でよく使われるようになりましたね、うん、うん、面白いなと思って見ていました。で続いてへえー、そうですね、フジテレビの人気番組トリビアの泉から流行した言葉で、トリビアの泉は視聴者の方から寄せられた意外なネタをプレゼンターの俳優の高橋克実さんと八嶋智人さんが紹介し、タモリさんを会長とする5人の品評会員がその感銘度へえを単位にね、うん、こう評価するという無駄な知識、ね、まあ、いわゆるトリビアにうんちくを傾けて、うんうん、大ヒット雑学バラエティ番組となりました、うん、番組で使用するヘイボタン、これ商品化されましてですね、会話の中であとヘイと言いながらボタンを叩く仕草ね、今面白かったもんね、はい、あの仕草皆さんされてたんじゃないでしょうか。飲み会でもやったかもしれないね。飲み会でやりましたそうなんですね、もう社会現象になったということでしょう。そうそう、うん、ね、本当になんか懐かしくて、私も、ね、私自身も あるあるあったあったと思い出せるような2003年の出来事をご紹介させていただきました、うん、いかがだったでしょうか。皆さんの記憶はあの頃までプレイバックできましたでしょうか。以上プレイバック流行語のコーナーでした。改めまして、現在放送中の言霊アラカルト、担当は菊池勝人と佐々木千秋です。さて今回のゲストは今話題のボディリズム呼吸法を提唱されていらっしゃいます日本ボディリズムマネジメント協会代表理事の藤田由香子さんにお越しいただきました。こんにちは、藤田由香子です。どうぞよろしくお願いします。楽しみに参りました。よろしくお願いいたします。それではですね、早速なんですが、まずは藤田由香子さんについて頂戴しております資料をもとにですね、簡単なプロフィールをご紹介させていただきたいと思います。藤田由香子さんは愛知県のご出身で、ご自身の体調不良を呼吸法とストレッチ運動によって改善した経験から、自律神経バランスの大切さをご自身の身をもって体感されました。2015年には心の健康づくりと組織活性化サポートを理念に株式会社トゥリーオブハートを設立されまして、翌年2016年に心と体を整える日本ボディリズムマネジメント協会も設立されました。
現在は睡眠の質向上などの従業員が心身健康で生き生き働く健康増進プログラムや魅力のある職場を作る働き方改革プログラムなどを中心に働き方改革健康経営コンサルタントとして活動されていらっしゃるとともに1日1分で心と体を整える呼吸法、うん、ボディリズムの専門家としてですね個人向けセルフケア講座も開催していらっしゃいます、はい、さてそんな藤田さんなんですが、うん、せっかくなのでね、はい、あのボディリズム呼吸法というのは簡単に言うと、はい、どういった呼吸法かお伺いしてもよろしいですか。はい、そうですね、はい、皆さん初めて聞く呼吸法だと思うんですけども、はい、まあ、簡単に一言で言うと、音楽に、はい、呼吸法の専用の音楽がありまして、でその音楽にぴったりと合わせて、はい、体を動かしながらちょっと、はい、首を動かすとか、まあ、ストレッチをしながら行う呼吸法です。そうなんですね、ボディリズム、はい、まあ、それによって自律神経という、まあ、気持ちのバランスが整ってくるんですが、実際に呼吸法の前と後で自律神経、まあ、今無料で測れるアプリもありますので、まあ、心ろって言うんですが、まあ、そのアプリを使って今じゃあストレスが出たからこの呼吸法をすれば気持ちが、元気になる、まあ、そんなことができる呼吸法です、ね、なんかねこう心から元気になりそうな気がしますよ ね、 ね、でこの番組をですねお聞きの方でこうなかなか藤田さんの講座受けに行けないという方も多いと思いますので、はい、お家でこう簡単にできる呼吸法の改善法、はい、まあ、呼吸の改善法とか、うん、ポイントなどありましたら教えていただけませんか、うん、はい、はあの一番求められているのが、まあ、リラックスをするという目的の呼吸法なんですけれども、はい、まず皆さんじゃあ呼吸しましょうって言った時に、はい、どうしてもって息を、まあ、吸ってしまう方多いと思うんですが、リラックスする時にはまず息をふーっと吐くっていうのが一番ポイントです、はい、でしかもただ吐くではなくて息をもう吐き切る、はい、お腹をへこませながら、はい、ふーっと吐いてもう肺の空気全部なくなるよっていうぐらい、はい、全部息を吐き切ります。うん、で最後に息吸う時はあまり息を意識せずに意識せずにお腹が今へこんでいる状態なので、はい、それを緩めると、まあ、自然に鼻から空気が入ってくる。あ、 できたら吐く息を長く、はい、吸う息はちょっとあまり意識せずに、あ、それを繰り返していくと気持ちがリラックスしていくっていうものです、はい、あ、呼吸一つだけで全然やっぱりこう違いますね。そうなんですよね、無意識な呼吸と意識する呼吸法って全然使っている、まあ、脳の場所も違いますので。そうなんですね、はい、全然効果が違ってきます。私もリラックスしたい時やってみたいと思いました。ありがとうございます、はい、さてですね、それではいよいよ今回ですね、はい、藤田さんの筆跡心理分析結果を菊池さんにアドバイスとともに、まあ、公開で披露していただくんですが、はい、心のご準備はよろしいですか。ドキドキします。リラックスですね、はい、さっきの呼吸法ですね。呼吸法ですね、はい、はい、楽しみですか。はい、はい、なおですね、藤田さんには放送直前にノーインフォメでゲスト様恒例の美しい未来の幸福な様子っていうこの一文を書いていただくんですが、漢字で美しいのうつという字ひらがなでし、うん、そして漢字で未来ひらがなでの、漢字で幸福ひらがなでな、感じで様子、美しい未来の幸福な様子という一文を書いていただきまして、それを菊池さんにはお渡ししてあります、はい、でまた毎回こう申し上げておりますとおり、放送終了後約1週間程度で YouTube にもアップしていただきますので、大文字アルファベットで言霊、カタカナでアラカルトと検索をしていただきましてご覧になっていただけたらと思います、うん、ではお待たせいたしました、菊池さん分析結果をお話しください、はい、本人を目の前にして、はい、お話をします、はい、ドキドキします。まずこれをご覧になってすぐ分かるのは、大きな字を、まあ、堂々と書いてますよね。そうですね、比較的大きな字を書いてますよね。この大きな字を書く人というのは基本的には行動的な方なんですよ。うん、まず行動しようよ、はい、それから考えればいいじゃんっていう傾向が強い方が結構大きな字を書きます。逆に言うと小さな字を書く方はどちらかというとちょっとやっぱり控えめでね、まずよく考えないとみたいなことをやる人なんだけども、大きな字を書く方はもう間違いなくまず行動ありき、物事はそれからだよねっていうところが
ありますが、はい、実はよく言われます。なんか見た目はそんなに見えないらしいんですけども、一緒に、まあ、仕事をしている人からは動きすぎてよく止まれって言われます。あの目いっぱいに書いていて、結局この枠自体がその人の思ってる社会という考え方をするんですよ。で大きな字を書くと目いっぱいに書くようになるじゃない、はい、それと同じように世の中を目いっぱい動き回るっていう感覚なんだよね。うん、だからもう所狭しとあっちこっちあっちこっちこれもありこれもありいいんじゃないっていう感覚で動き出すっていうのが、まずこれを見たらもう即分かること、あ大きな字書いてるねってことは。でもう一つ分かるのは大きさで言うと、ひらがなと漢字の大きさをものすごい変えてるんですよ、はい、特に未来のののとかね、のをすごくちっちゃく書いてるとか、はい、幸福なのなをすごくちっちゃく書いて、次の様子のようをすごく大きく書いたりして、はい、ものすごいこの変化をした字をこれ配置してるんですよ、はいね、字の大きさが違うの。そうですね。でこの大きさが違うということは何を言ってるかというと、変化をするとか自分の環境が変わるとか、うん、まあ、大好きなんだね。それが現れちゃうんですね。見えないようにしてたつもりですけど。それがモチベーションになって現れるんですよ、はい、だから逆に言うとルーティン化したものとか決まりがもうカチッとあって、はい、この通りどれだけ早くやるかですよねっていう世界はあんまり興味ないはずなんですよ。そんなことよりもやっぱりさっきの大きな字ってこともあったんだけども、はい、もっともっと動いて変化味わって楽しもうよ、何かあるよ新しいことがみたいな感覚、はい、それがあなたの行動のモチベーションを生んでる部分でもあるんだよね。本当に大好きです、変化とかです、ね、うん、楽しいと思うし。そうですね、まあ、起業してあのみんなに周りの人から変わったねって言われるのは、うん、この変化とまあ、自由に行動できるっていうところがあるのかもしれないですね。あ、なるほどね、うん、あなるほど、そういうことあるかもしれませんね、はい、でそれ以外にちょっと細かい字を見ていくと、はい、幸福の福の字の田んぼの田っていう字がありますよね、はい、これの左上が空いてるんですよ、うんうん、で本来ここつけるとこでしょ、はい、そうですね、あんまり意識してなかったです、ね、でこれ開けるっていうのは、まあ、これでも十分読めるわけだ、でこれ開けるということはまあいいじゃん、いろんな考え方があってもっていうことで、さっき の変化を求めるっていうのと非常に似てるところがあるんですが、ここ開ける方というのはどちらかというと未来志向で、未来に向かってあれこれ考えたい、だから具体的に言うとこんな選択肢があるよね、こんなチャンスもあるよね、こんな分析もできるよね、こんな見方もできるよねって言葉みんな好きなんですよ。その元で何にしようよ、何にしようよ、正しいのは後から考えればいいんだよみたいな感覚、はい、こういうことを、まあ、考えてますね、はい、発想としてね。そうですね、もう仕事でも常に未来のことしか考えてないっていう、はい、だから過去のルールとか、うん、みんながいいと言ってる方法とか、はい、あるいは正しいと言われてるルールとか決まり事に対してはそれは情報としては知るけども、うん、そのこと自体に興味持つことあんまりないんですよ、うん、そうですね、それを使って、うん、次に新たな可能性をあるいは新たな選択肢を作っていこうよみたいなところで、ものすごい自分のモチベーションが上がりやすい。なるほど、でもそんなことが字に出てたんですね。それとね、はい、美しいっていう字と様っていう字の横線が3本あるじゃないですか、はい、でこれがあなたの書いてる字って均等になってるんですよね、3本が。あ、確かにそうですね。でこれは偶然均等にならないんです。必ず無意識の中で自分の中でコントロールをして3本均等に書いてるんですよ。どういうことかというと、3本書く以上は均等でなきゃいけないよねっていうのがあるんです、頭の中に。だからそれを守ろうとする。これは普段の行動の中でも、いやいやこれ言っちゃいけないでしょ、こうやってやらなくちゃいけないよねっていう自分に対するコントロール度合いが高い方の書き方なんですよ。そうなんですね、優等生タイプって言われます。だから感情をすぐ出してもいいんですよって言われても、はい、いやすぐには出したくないとか、うん、もっと感覚的にこの雰囲気をいろいろ例えたら何色になりますかとか言われても、それ分かんないよっていう、世の中にはそういうの平気で言う人いるわけですよ。あるいは音楽メロディーはどうって言われたら、うん、ふーんって言うわけだけど、うん、あなたは一回翻訳してるのでそこはあんまり得意じゃない。瞬時に出すってちょっとあんまり自分の中ではポジティブには考えてないですね、うんうん、確かそうですね、一旦全部考えて、そう、うん、一回考えてからやっていこうというのがあるでしょ、うん、それが全部字に現れてるんですね。まだ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 頭が出てきますか。幸福の福っていう字とさ、はい、様子の様っていう字ね、はい、これ二つとも
書いてる字を見ると辺と作りの間が結構空いてるんですよ。空間があるんですよ。あ、確かに空いてます ね、うん、空いてるでしょ、うん、でこれが空いてる人って結構ね、心の広さがここに入ると言われてるんだけども、相手が言ってることに対して、なんでそう思うの、どうしてそういう判断するのっていうことを素直な気持ちで傾聴する傾向が強い方なんですよ。それに対して興味もあるし、なんでそう思うのかなみたいなことを考えやすいところがあって、人の話を聞くことに対してはそんなに抵抗感がないと思うんです、うん、そうですね、人の話を聞くのは大好きで。そうでしょ。あ、確かになんか何でも話したくなっちゃうとかっていうのは、はい、よく言われますね。多分そういったものが、うん、これはもう2つとも字がそうなの出てますね、はい、あと様という字の木偏の上、はい、頭の部分ね、はい、あんまり出てないんですよ、うん、そうですね、ね、あんまり低いでしょ、出したくないですね。そう、出したくない、出したくない、これ出したくない方というのは、はい、例えばある組織とかグループの中にいて、うん、いいから私についてきてよって言いたくない人です。どちらかというと、私と一緒にやった人がみんないい結果出したらいいよね、みんな頑張ろうねって言いたい人なんですよね、うん、あ、本当その通りですね。そうでしょ。一応、はい、会社の協会も代表してますけど、全然代表とはあまり思ってなくて、みんなでやろうっていう、そうなんです、はい、ことはいつも考えて、だから周りの人がみんな私はついてきますって言われちゃうと結構負担なんだよ、うん、いや、ついてくるんじゃなくてさみんなでいいと思うのを考えながら議論して、お互いに切磋琢磨して、うん、みんなで結果出そうよって思いがすごく強いの。本当そうです、本当その通りです、ね、だからこれを上の人だからっていうことで下が勘違いすると、うん、ちんがはぐな会話が出来上がっちゃうんですよ。そうですね、みんなに言っといた方がいいですね。言っといた方がいいです私はこういう、うん、言っといた方がいいです。言っとくと、ね、話も聞いてくれるし、はい、そこはその通りの行動をされているので、はい、分かりやすいよね、うん、誤解も招きにくいかなって気がしますね。確かにそうですね。ね、はい、あとじゃあ最後ね、一つね、はい、子供の子、様子の巣っていうのは子供の子ですよね、うん、下をしっかり跳ねてますよね、はい、このしっかり跳ねるっていうことは、うん、やっぱり最後までちゃんとやろうよっていう気持ちがここで一方であるんですよ。だから物によってはそう思うところがあるはずなんです。ただしさっき言ったように結構変化が好きでしょ、はい、で行動するでしょ、うん、全部はできないんですよ。そうするとあるものは最後まで見たいしあるものは人に任せたいしというところがあるんです。でこれはあなたしか分かんない、この基準は、うん、周りの人はこの部分は分かりづらいと思ってる可能性もある、はい、あるところから任せてくれるのにあることは任せてくれないっていうところがあるような気がする。あ、どうですか。 あるかもしれないです、はい、でもそういう、本当そうですね。実際ね、今日菊池さんの分析結果聞かれて、はい、いかがでしたか。もうなんかこれを文字に、はい、今までの私の人生が全部見え見つかされてしまったみたいな。特に今、まあ、字は本当にこの起業してから自分の字も変わってきたなと実は思ってきています。はいはいはい、特にその漢字とひらがなのバランスとかは今確かにひらがなが小さくなっているのはこの数年だと思っているので、まあ、そういう変化っていうのがこのように文字で表れていたんだなっていうのが分かったりですとか、うん、5年前の字とか10年前の字と比べると、はい、ああどこが変わったねってことが分かります。本当そうですね、うん、これは一番簡単なんです。僕らしてみると変わったところしか見てないから。あ、なるほど、そうなんですね。でもこれ変わりましたよね、昔はこうじゃなかったですね、うん、とかっていうのは、はい、まあ鮮やかに言うことができるところが僕らにしてみると面白いところなんです。そうですね、とってもいいですね。そうですよね、その時々のね、同じ文字でまたね、こういろいろ変わってくるのかなと思うんですが、はい、まあ、この分析につきましては、まあ、菊池さんがねよくねおっしゃっていらっしゃるように、はい、あくまでこう参考にしていただくもので、はい、まあ、断言することではないので、そうです、そちらだけはご注意ください。はい、わかりました。はい、では最後にですね、藤田さんから告知などございましたらお願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。実は7月7日、はい、七夕の日の11時からこのボディリズム、まあ、今日お伝えでなかなかできなかったので体験していただくセミナーがあります、はい、はい、まあ、詳しくはボディリズムマネジメント協会のホームページの、はい、講座のリストに入っておりますので、ぜひ興味があるなという方はぜひご覧いただいて、はい、お越しください。インターネットで、はい、ですね、ボディリズム藤田先生、はい、っていうふうに検索していただけるとおそらくね、はい、で
ですね、あとリスナーの方には半額でご参加いただける特典もご用意しましたので、はい、番組見た聞いたということをおっしゃってください。はい、ありがとうございます。今回のゲストは日本ボディリズムマネジメント協会代表理事藤田由香子さんでした。藤田さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆さん、なんともうエンディングのお時間になってまいりました。言霊アラカルト、いかがだったでしょうか。この番組は毎月第2、第4土曜日お昼14時30分からお送りしておりますので、ぜひ次回放送も同じ時間お耳にかかりたいと思います。菊池さん、今回はいかがでしたか。藤田さんのされてるね、はい、ボディリズム、うん、なんかすごい面白そうですね。そうなんですよ。ちょっと行ってみたいなと思って、後からちょっと話をしてみようかと思いました。はい、ね、本当楽しみです。楽しみですよね。うん、まあ、実際今日筆跡の方もねそういうとこあるんですよね、はい、っていうのがとても印象的で、ね、気悪くしてなければいい。はい、とても素敵な方でしたありがとうございます。どうもありがとうございました。はい、そしてですね、この番組へのご意見、ご感想、ご質問等ですね、お便りお送りいただきますようお願いいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com 言霊アラカルトまでお待ちしております。うん、それでは言霊アラカルト、また次回お耳にかかりたいと思います。皆様のお相手は菊池勝人と佐々木千秋でした。ありがとうございました。